い、皆さんこんにちは。はじめまして、ほうと申します。今回ついに1日遅れですが、バトルフィールド4が届きました。やったってことで、マルチプレイ早速やっていきたいと思います。全くやってません。本当にさっきインストールし終わったばっかりなんでね。どうしよう、クイックマッチかな。まずはね、どうしようかな。コンクエストからやっていくか。もうバトルフィールドといえばもうコンクエストでしょうね。やっていくぜ。ちょっとね、ベータ版じゃ心が折れてもう全くやってなかったんで。おお、ここはダムのステージか。このステージ結構人気らしいですね。面白そうだ。なんかニコニコ生放送でこのダムを破壊するとかやってたよね、確か。はい、めちゃくちゃ長かったです。ロード長すぎだろうみたいな。よし、どうしようかな。今回なんか偵察兵が C4 を持ってるみたいですね。で、援護兵がもうかなり弱くなってるみたいなんで、まあ初めはまあ突撃兵で行くのが普通でしょうね。まあどうしようかな。ちょっとややこしいな。どうやって出るんだろう。お、すごいな、これ。自分が、味方が見てる視点を見れるんだな。すごい。どっから出よう。まあ、こっから出ましょうか。うわお。いきなりレーザーサイトがついてる。どういうことだ。もう早速アンロックされてる。うおー。やった、来た、これ。あ、そっか、変わってるのか、操作方法が。ナイフキルになるね。ちょっと待ってくれ。やべ。急げ急げ、逃げるぞ。いや、これ何？あ、これはあれか。今回は2個2つ同時に出せるみたいですね。医療バッグ。2つ同時の方が早く回復できるみたいです。蘇生はどうやってするんだ？これはケースやろ？あ、持ってきてないのか。わあ、結構もっさりしてますね。アウチ。結構もっさりしてる。動作は。バトルフィールド、バッドカンパニーを思い出させるますね、これは。結構もっさり。ちょっとこれは警告とか出るのか。敵がいるとこうなるのか。すげえな。ああ、それでもリスキルとか防げるってことか。いや、便利になったな。どうするんだ、これ。これちょっと待ってね。スモークじゃなくて、どうやって変えるんだこれ。あ、これで変えるのか。あ、スモークしか乗ってないのか。これまだ解除してないみたいのかな。多分してないみたいなんで、どうしようかな。まあ普通にやっていくか。よし、やったぜ。お、ここにいるだけで大丈夫か。取れるのか。まあ画質のことを言うと、どうだろう。微妙かな。まあ、バトルフィールド3よりは若干良くなってますね。多分動画の方じゃ分かりづらいと思うけど、若干良くなってると思います。中国語が聞こえる。え、ちょっと待って。なんか取られてるな、どんどん。まずいな、ここにいたら。なんだこれ。防護服？怖えな。よし、オッケー、来た。今作はこういう風にできるみたいなんです。こうやってちょっと覗いて。すごいよね、これ。これやりたかったんだよね、本当に。お、中にいるな。怖えよ。やった、取ったぜ。うわお。強いな、RPG。バトルフィールド3じゃあんなんじゃ死ななかったもんな。強くなってるな、 RPG も。よし、もうこっから出ようか。楽しすぎる。お、あっちにもあるのか。あっち行こうぜ。いや、怖いな、ちょっと。あ、そっか、スポットが変わってんのか。
ポットがセレクトから R2 になったみたいなんですね。うわ、結構いるじゃないか。いやーこれ結構いるな、怖いなこれ。いやーちょっと下ってしまったら嫌なんで、まあここはチャーリーを取りに行くか。わーお、すげえ。まあ画質は綺麗ですね。汚い汚いとか言ってたけど、そうでもないよ。綺麗じゃないかな。おお、この音もかっこよくなってる。あーうち、なぬ。やっぱり体力は少ないな、意外とあっさり死ぬ。お、味方が向かってるのか。ちょっと泳いでいくのは大変すぎるな。お、ここか、いいとこいるな。ここから投げてやろうか。あれ結構敵が強いな。意外と粘ってやが、あ、また間違えた、セレクトじゃねえよ。よし、ちょっと待ってくれ。よし、いない、大丈夫。お、いるじゃねえか。うわー、嘘だろ。 PP2000 だ。誰か蘇生してほしいな。お、いるじゃねえか。あ、まずいな、こんなとこから出るんじゃなかった。あー、よかった、なんとか生き残った。はいはい、投げとく。ほら、適当にしまくってる。あ、これロシア軍なのか、今さら気づいたけど。ちょっとなんだなんだ、自走砲から撃ってるのか。ちょっと脳震盪起こす。あ、ガンシップか。ちょっと無理だな、泳いで逃げよう。マップの拡大表示とかできないのかな。おっちょ、お、確かこれハンドガン使いたいよね、泳ぎながら。ハンドガンだけは使いたはずな。潜ることはできないみたいです。よし、行くぞ。おお、水の色がかっこいい。やったぜ。あ、ちょっと英語がドイツ語じゃないな、ロシア語なまりだな。うん、すげえリアルだ。なんでそこだけロシア語なんだ、ドバイドバイのとこだけ。全部ロシア語の方が良かったな、自分的には。あー、そっか、乗り物を乗り方が変わってるからな。四角長押しか。おお、かっこいい。あ、音が出ない。あ、出るわ。どこにいるんだ、いるのか。お、こっち側にいるな、そうな気がする。顔出したとこ撃ちたいな。いないぞ。うわ、ちょっと後ろから来てるか。どこだ、あ、あそこだ。ちょっと当たってくれ、頼む、当たれー。ああ、全然当たらない。ちょっと難しいなこれ。これ長押しで、おお、すげえ、長押しで使えるようになって。
修理が必要だ。よし、オッケー。ちょっとやばい。おお、殺したか。キルアシストかよ。なんだ、ちょっと敵がいる。 C4 つけてくるなよ。よし、殺した。やったぜ。あーうち。蘇生が欲しい。どこだどこだ。ここか。まあいいか、こっから。しかしパラシュートの開き方がわからない。まずい、来てるな。おい。なんかすごい声が聞こえる。よし、大丈夫。おお、ゴーゴーゴーやろ。すげえ、挨拶ができるようになってるか。いいなこれは。おお、この結構走るときにもっさりするのは慣れが必要だな。まあそれは除いたらかなり良くなってる。よし、降りてやる。よし、オッケー、行くぞ。何がプープー言ってる。あ、やばいなこれ。おお、当てただけで10ポイントももらえる。これは美味しい、正直。まずい、これは死ぬ。いないよね、敵さん。よし、やるぞ。取ろ取ろ。やった、取れた。うわぁ、結構取られてるな。結構きつ、あ、いたいたいた。けど狙えてない。おー、すごいな。映像表現が綺麗になってるね、本当に。いやー素晴らしい。 PS3 もここまでできるんだな。そんなに悪くないぞ、言われてるほど。めちゃくちゃ良くなってると思うけど、とにかく見やすくなってる。なんかバトルフィールド3はなんか、なんだろうな、曇ってるような感じがしたんだけど、今回はなんかバッドカンパニーシリーズみたいにくっきりと見える。映像は綺麗。よいしょー、かっこいい。これしかないのか。行こう行こう。おお、これがダムか。なんかこのダム崩壊するみたいなんですけどね、よくわからないけど。まあそのニコニコ生放送ではここのビルを破壊するために敵と味方が一緒に混じってやってたけど、結局は崩壊できなかったんですけど、できるみたいらしいなんて。やってみたいですよね。ちょっと警報器がうるさい。ここが弾薬箱。お、変えれるのか、すごいな。まあ別に変えないけど、今んとこ変えたくない。ちょっと慣れるまで変えたくないな。まあ一緒に行動しとけば敵さんとも会える確率が出てくるんで。ちょっとまずいまずい。スリープスリープスリープした。オッケーオッケー、行こう。おいだい、これは死ぬ。ああ、公平に変えとけばよかったな。おお、もう味方が強すぎて話にならんな。
とやっぱり公平に変えてこよう。敵はいないかな、敵はいるか、いるけど公平に。うわーわわわ、狙ってるな。あれ、え、消えちゃった、マジか。よっしゃ、これは美味しい、やったぜ。おお、すげえな。いたいたいた、よし殺せ殺せ、やったぜ。おお、すげえ。まあボロ勝ちだけどねこれは。あ、そっか、変わってるのか乗り物の動かし方。まあ自分の場合はベテランっていうモードにしてますね、乗り物は。ちょっとやばい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 、死ぬ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 、降りる降りる、降りたい、オッケー。まずいまずいまずい、死んでしまうわ。いるぞ、でもどうやって落とすんだ。無理だったか、さすがにこれで落とすのは無理かな。ちょっとめちゃくちゃやられてる。うわ、ちょっとやばいやばい、狙われてる。いやー、ちょっと無理だ、怖い怖い怖い。あ、そういえばリロードしたらダメだったんだよな確か。なくなるって聞いたけどな。おお、ボロ勝ちだな本当に。よし、まあよくわからないちょっと結構ぐだってるけどな、まあ仕方がない。間違えた間違えた、降りてしまった。よし、オッケー。あ、終わったのか。はい、ってことでご視聴ありがとうございました。超面白かった、うひょー、やったぜ、やっと一等兵だ。アサルトライフル、おお、すごいすごい。まあ仕方がないね、このスコアは仕方がない、始めたばっかりなんだから。なんか手に入れたのかな。いや全然アンロックしてないわ、それだけか。あー、まだまだだな。よし、やっていくぜ、また見てください、さようなら。